はい、どうも皆さん、こんにちは、ウチ TV です。ということで、今回もデュエルマスターズネットバトルアリーナやっていきましょう。今回、トーナメントに、ついに参加します。はい。まずは、ミニトーナメント。はい。3人勝ち抜け。ブラックシャドウ。ブラックシャドウまでいかないと。ガンガン勝っちゃったよ。ブラックシャドウガンガン勝っちゃったから。頑張れ。さあ、俺の。行きましょう。ちょっとね、まだセーブし忘れたんだけど、うん、またパック買い直して、今ね、金がもんなしです。おピース最期じゃん。余裕じゃん。私いつも一貫戦負けなの。だから優しくしてね。これいいのせこいじゃん。最初にね。うん。これはもう一回戦ったからいいんじゃね。まあでもどうなんだろう。あ、やり方が違うんだったら、うん、ピース最期じゃなくて、なんか結構変貌してくるんだった話ですけど。そう。ってことはさ、お、いいね、サイバーブレイン来てる。どうなんだ。ミニトーナメントだもんな、でも。よし勝った。行くぜ。おい、チャチャっと、うん、結構でもチャチャっと選ぶの難しいんだよ。さあ、デッキが変わってんのかね。さあ、サイフちゃんの、どうなるか。切り札切り札、来い来い。これでお願い。お、早い。え、ってことで光。あー、いきなりラウラギガ。1マナ2000だっけ、うん、ブロッカーだよね。ブロッカーで固めてくるスタイルか。優しくしてね。優しく優しく言うと穴を溜めるぜ。しようか。あぶね。飛ばすとこだった。そう、飛ばすとこだった。これ召喚しないと。さあ、フィッシュからフィッシュへ。ハンターフィッシュ。序盤お互い固めていくスタイルだな。ちょっと待ってね、怖いなこれ。え、光やん。光だよ。変わっとるやん、デッキ。先行取れたのでかいかもしれないな。デスモークでもいいけど、どっちでもいいよ。もうこの試合は終わってるのですよ。マナカシ、マナカシ、これがね、リキッドピープルがね、ブロックされないくなるっていう。強い。チャージするぜ。さあ、これ強いな。切り札、ドゥーン、押し切らしていただきやす。さあ、あ、光ってる、かっこいい。マナカシに強い、ズシャリ。俺の新切り札、キングノーチラスを舐めるのよ。リキピがブロックされなくなる。はい、いや、しかしまさかの光単色だったね。結構強かったじゃん。まあでもまあまあ大したことない。まあ、うん、もっとグイグイ来いよって感じ。また一回戦負けだわ。ほっとります。これなんかいいね、うん、今度言いたいわ俺。いつもと同じじゃん。あ、セーブセーブセーブ。あぶねあぶね、このセーブを忘れるんだよ毎回。誰なんだろう、レクター。さあ、2回戦は？なんだか緊張しちゃいます。君はどうですか？緊張しませんか？貴様。この俺と戦えることを誇りに思うんだな。俺が世界一になったなら、俺に負けた相手として歴史に名が残るんだからな。ミニトーナメントやぞ。こいつね、ギャザの時にね、コロコロで確か神の怒りがなんか使ってくるやつだったと思うね。ああ。うん。こいつギャザのやつ。まあ、あの、前の二人に比べたらもう全然強いと。で、多分まあ、あれだけど。
あ、なんか初手重いな、ちょっと。初手ちょっと重いな。これ高校がいいな。おーあー、セバス高校だったけど、切り札アクアスナイパー初手にあるとな、ちょっと重いな。そう、いいタイミングの時に欲しいからね。とりあえずこれだな。悪い顔してるな。大体このね、あれ悪い顔してるから、みんなすごい険しい顔してる。ほとんどなんかもう何使うんだろう。水、水だ。結構似てる。するだけのことはした。するだけのことはした。あー、強カード多いな。いらねえか。クリメロチャージするぜ。そうだね。何が切り札なんだろう。水文明は見えたからね。でも結構多文明、ネクタとかもさっき3色使ってたんだよね。動画でカットになってると思うけど、あ、サイバーブレインかぶっちゃった。いや、でもまあこれをチャージしとこう。7を追加するぜ。スーパー強カードなんだけど、こいつも水文明だから気をつけないといけないな。クリスタルアーサーの影響受けない。それはまずい。結構強いよね。ブロックされないから。出てきちゃったら。そう。あれを持ってたら、ボーアサシンちょっと取ってけよかったってなるわ。マナをチャージ。まあ初期なんでね。うん、赤ハルカス。おお、これ水単色か。ただ飲みますよ。アクアハルカス出せよっていうか。うん、同じ役割を果たすカードで。マナを追加するぜ。ここはね、サイバーブレイン、うん、さあ、超強カード。なんであれ、アクアハルカス打たなかった。なんかあんのかな、秘策があんじゃないの、あいつ何の。さあロッソル、ぬわっ。お前の番だぜ。チャージだ。チャージ。あ、同じような、同じようなクリーチャー来てるわ。あー、俺と同じことしてるわ。なるほど。これあれだな、めんどくせえな。コブダイ戻されたわ。貴様の番だ。あ、同じだこれ。同じようなデッキだね。うん、で水単色だ結構。うん、これをなるほど。ハンターフィッシュか。うん、あいつ自身がパワー1000だし。さあフィッシュちゃん。で、サンマナカ。アクアソムシ。これね、あの、俺も同じもん持ってんだけど、ユニコーンのやつ。同じことやってもただそれのガスになっちゃうから。戻して戻して、それガスになっちゃうから。戻し合いみたいになっちゃうもんね。そう、まあ、ただこいつは恐ろしい。ロストソウル持ってるから俺先行で。やられたらうぜえな。まずいよ。引いてもいいよ。逆に引きなよって感じ。おでかいのこれ。えこうられる。あー、あー、なるほどね。同じようなの出してきたな。アクアナイツ。そう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 。早くしろ。おお、なんだ。まだ引いてないよ俺。怒られた。引いてないのにさ。早くしろ。怖いな。これをファントムフィッシュ。そう。チャージして。同じことやったろ。地味にうざいな。うん、これ地味にうざい。戻されると。同じことをするな、ヘッドシー。ああ、それ受ける。ここでユニコーンフィッシュを戻すとギャグなんだけど。はい。くっ、言え。意外と静かやな。うん、戻されてもそんな怒るやしな、ね。うん、殴る寿司。真ん中かな。まああのユニコーンフィッシュ自体がちょっと弱いから、うん、パワーが低いからね。
ペイ。さあ決勝の相手はどうだ。シールドトリガー来てないね、はい、あーあー来た来たハンタークラスター。なるほど、ハンタークラスターってなんだっけ。ブロッカーだ。あ、ブロッカーか。線だもん。でもこいつアタックできんの。あ、こいつアタックできん、アタックできんの。アタックできねえな。びっくりした。なかなか使えるじゃん。シールドトリガーのブロッカーなんだ。お前の番だぜ。カードを引かせてもらう。引く呪文唱えろ。これだ。お、ゴマナテレポーテーションかな。あー、こいつか。好きやな。意外と愚直だな。うん、あ、行け。あ、俺？線がタクシー。ブロックだ。ブロックだ。はい。バカソルでここで戻ってくるから、ね。行け。いや、そうそうというか。オッケーオッケー。まあ、手で戻ってくるんだよ、うん、アクアソルジャー。地味にうざいね。そう。相打ち取っても痛くも痒くもない。あいつバカだもんね。ミニトーナメントでなんか名が残るとか言ってる時点で、お里が知れるやつだった。歴史に名が残るじゃん。このマナのなんかいいね、かけらみたいな。するだけのことはした。するだけのことはした。この言おう対戦動画の時。うーん、いいや、これ置いて、さあお前に地獄を見してやろう。ロストソウル。さよなら。これは見せたい。おお、来た。おおおお、かっこいい、かっこいい。どんな顔する。ええ、そんなに顔なし。そんなにでもないか。リアクションなし。あ、いいか。ターン終了。1枚しか引けないからね。うん、さあこれドローソース引いてきて受けるな。あ、ちょっと待って、サイバーブレインやめてよ。サイバーブレイン来るか。あー、あー、それ多いな。なるほどね。ブロッカーかな。はい、なるほどね。まあ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 、1枚ぐらい使用。こうだ、こうだ。いいね、これ。なんかこの、発する言葉さえ最高だわ。いいね。こうだ。ちょっと来い。さあ、おだやじのシングトリが来るかな。1回も落ちないかな。アクアチャージャー、あ、来たー、来ました。最高のスパイラに入れてきました。あーみたいな。どう考えてもうざい、こいつは。アクアネスパゲ、おー、いいね、まさにゲート感がある、うん、いいね、戻ってったわ。さあ、これでターンエンドだ。貴様の番だぞ。はいはい、貴様の番だぞ。それをするぜ。キャンディードロップか。ステップ飛ばそう。さあ、いくぜ。まず、1マナマリンフラワー召喚。この赤ハルカスのワンドローで、あれが来てくれると、アストラリーフが来てくれると、熱いね、もう暑すぎる。あ、ごめんごめん。とりあえずアストハルカスを。アストラリーフ4枚欲しいな。4枚欲しいんだよね。1枚だけだよね。うん。あと、このトーナメントでどんだけお金がもらえるかっていうのも。そうだね。アクアハルカス。ムエタイ。マジムエタイだから、こいつは。来い！さあ、行くぞ。来い。あー、リボルバーフィッシュか。まあ、悪くはないけど。キャンディードロップ。こいつはブロックされない。ザカード。
スタルランサーとかも欲しいな。強いな、そう思うと、クリスタルランサー、初手できたら、いや、でも6マナだから、暴れるわな。いや、でもブロックされないからね、ぶっ壊れだよ。パラディンは、パラディン、まあ、パラディンは、ブロックは全戻しだっけ。私、なんかそんなんだったよね。すごい綺麗なんだよね。そう、クリスタルパラディンって結構トップレアだったもん。すっごい綺麗、イラストが。いいよ。さあ、まあ、入ってるとしても2枚だろ、さすがに。神やん。神やん。そんなに来てても困るよ。バカスコ、バカスコ。アクアチャージャーとか来ても笑うけど。え、はいはい、はい。2枚、2枚だから。クリスタルランサー出せる知識でもいい。これ次決まるよ。アクアスナイパー出して。神やん。神に石。7コスでしょ。お、3コスでブロック固めてくる。あ、ブロック固めてきたね。なんとかクラスターでしょ、これ。アングラこれなんかさ、あ、なんだよね、破壊されても戻るみたいなやつだ、確か。なるほど。あ、これ負けだな、神やん。神やん。お前、歴史を残すどころか、ミニトーナメントでお前終了だよ。ほら、水のカードだったら、すべて、あ、パワープラス3000なんだよ。はいはい、そこすれば6000なの。強い。めっちゃ高いじゃん。もう関係ないから。切り札。うん。俺の切り札で粉砕。そのもと初期赤スナイパー強いな。結構うざいな。うん。水分め超強かったような気がするわ。レジェンダリーバイロンとか入ってんのか。あ、入って入って入って。使いてえな。うん、使いてえ。終わりだ。神やー。どんな顔するんだろう。うん。うわーって、これで俺の勝ちだぜ。かっこいい。ああ、さすがに気づいたか。ロストソウルの時もその顔しろ。来ました。強い。さよなら。これは強い。さあ、あ、でも、え、待って、3枚あんだ一応。あ、じゃあまだか。まだだ。まあ、でももう厳しいで結構。もう厳しいよ。神はもう厳しい。だって水短縮だってことはもうクラスターを出した時点で分かったから、うん、水でこの状況を返せるカードはなかなか今ないでしょう。クロックがないからね。クロック、はい、どうだ、来るか。だからブロッカーみたいなの出てきたらちょっとうざいけど。そう、でもアクアキャンディドロップ、そうそうそう、ブロックされないもん、ね、ブロックされないから、次はこれで最後のやつで割られたら終わる。キャンディートロップを破壊しながら、うん、かなり厳しいよ、ハミエン、言うとくと。あー、ムエタイ来た。はい。ムエタイ。うぅ、来るか。こんな感じだよな。おー、夜結構。まあでもどうする、キャンディートロップだよな、普通に。あいつはやばいでしょ、アメちゃんは。アメちゃんやるでしょ、アメちゃん。さあ使ってきた同じエフェクト。そうだな。ああ、まあそうやな。だけど厳しいよ、うん、だけどもなく軽度で。ただユニコーンフィッシュが1体あるから。なるほど、やるやん。時間終了だ。ユニコーンフィッシュで4マナ使って、あと4、ユニコーンフィッシュ2体出せれば。えっ、カメラ変わってる。神やんの。すごいこれね、レクタもそうだった。あ、そうなんかね、青くなるの。あ、アクアガードと、なるほどね、これだ。あ、え、そっち。あ、まあそうか、これだ。守るこいつね。赤スナイパーものすごいね、赤スナイパー。こいつだ。あ、これね、はい、するだけのことはした。そうね、こうなると俺クラーケ欲しくなるから。あ、赤ちゃんちゃんか。これでいいから、これチャージして、チャージするぜ。さあ、あいつが赤く光ってる。しかしお前ロストソードで手札が少ないからな。俺は数の暴力生かしてもらうぜ。まずマリンフラワー。そう、でもまだ 1枚だね、手札は。怖く見えんだ。考えていくよね、でもなんか、うん、じっとね、顎に手を寄せて表情変わったんだ。
勝つの暴力。キャンディドロップうぜえな。リヴァイアさん引ければいいんだけどな。おお、あ、こんなんなの。アメちゃん汚かったな、ちょっと。アクアチャージャー、これリヴァイアさん出れば次ブロックされなくなるからね。なるほど、来い、出ろ。さあ、殴るかどうかってことに、これとこれがいますから。2体いるんだよね。そう、俺5000だからこれに届かないんだよね、うん、だからこれはエンドです。次この猛攻を次は行くよ、止められるかっていう話ですね。神谷どうする、残り1枚。これ赤スナイパー引いてきたら笑うわ。お、4マナ、5マナだね。あー、これね、しゃあない、しゃあない。神谷そういう引きやもん。貴様の番だぞ。終わりだな。終わったぜ。カードを引くぜ、アクアハルカス。ただ手は緩めんぞ、わしは。アストラリーフとか引いたら、もう、あ、アストラリーフってマニフラー消されたのかな。いるね、まだいるいる。よし、これでアストラリーフ引いてこい、来い来い。さあ来い。ほっ、あー、アガソルジャーか。まあ、これも使ってきますよ。ソルジャーね、ソルジャーか。銃並べてきます。ソルジャーってすごい、これすごいな、この数の暴力。こいつ、こいつとこいつでしょ。そうだね、みたいなね。キャンディーちゃんで通り抜けちゃうと。さあ、お前シードトリはこれ持ってんのか。ドゥン、さあどうだ。アメンボー、アメマ、意外とちっちゃいんだね。いや、そりゃそうだろ、あれ、あんなめっちゃ小粒だろ。ああ、さあどうする。ああ、終わった。次、最後アクアスナイパーで決めてるからな。これブロックだろ。受けて立つ、受けて立つ。なんかさ、神谷の切り札カードってもらえないのかな。いや、だからショップでしか買えないんじゃない。そうなのかな。あの、どんぐらいお金がもらえるか最後ちょっと確認したいんだよ、やつを倒したらね。神谷ドル透けてるぜ、お前は。ブロック、それは6000だな。6000、あれ欲しいな。水単色、いやでも闇入れてたらダメだ。あ、そっか、水単色で6000な。まあ、いらんな、水単色でもいいんだけど。勝ちや、切り札。革命ゼロトリガー。革命の水画面。めっちゃウケるやん、それ。何何、表情が崩れる。おお、はは、みんなカマキリみたいなやつ多くない。多い。やられたな、タニアン。タニアン、タニアンって言っちゃったよ、ついに。タニアンってついに言った。俺、うすうす気づいてたけれども、大食いのね、タニアン絶対言ってくると思った。さあ、なぜだ。あ、落ち込んでる。世界一のデュエリスト、こんなところで負けていいはずがない。髪切るとこからだな。お、600。てかさ、まあ、めっちゃ金使ってっからね。あ、そうそう、ブラックシャドウシリーズ優勝ミニトーナメント。お、なんだこれ、トロフィーがもらえるんだ。あ、ウィナーズカード。おお、すげえ。1番選べるんだ。ここは慎重に選びたいところだぜ。え、これ嘘だろ。でもちっちゃい手がいだから。ちょっと待ってくれや。カビアンごときじゃダメなんじゃない。これ何取る。ここはもちろんマリンフラワーだろう。そうだね、1枚しか持ってないもんね。うん、
アストラリフもう一回買おうかな。ほらほらほら、自分の守護文明変えることできるんだやっぱり。どうしようかな、でも別にまあいいよね、闇でいいよね、バロムが欲しいし、うん、ロスソル決まってるしね。うん、これで、うん、2枚目でも欲しいけどな、アストラリフ。まあまあまあいいでしょ、いいよ、まだいいや。これで新しいトーナメント出れるようになるのかな。お、サバイバルトーナメント、これがいっぱい増えてくるんだ。通常のトーナメントです。強いライバルも出場します。5人勝ち続けで優勝、ついに来んじゃないの、ついに国上とか。ということで、次回はじゃ あのサバイバルトーナメント、そうだね、出てやっていきましょう。はい、ということで、また次回のところでお会いしましょう。さよなら、バイ。